上原店主の弟さんが不運な事故で亡くなられたというね、彼にちょっとでも元気を与えれるように皆さん黙祷をお願いできないでしょうか。黙祷。これが頂点に上り詰めた男に与えられた試練だというのか。気がつけば体は衰え、何も手につかず、一時は引退を考えた。俺から村上塾長に出ますって言ったんですよ。弟は一番多分それを望んでるって言って。兄の試合にはいつも応援に駆けつけた弟。ヘビー級王座決定戦、上原が頂点に立ったあの時も、兄の勝利を誰よりも喜んでいたのが弟の徹さんだった。あんま見せないんですけど、はい、周りには結構俺のこと自慢してたみたいなんですよね。だからやっぱ自慢の兄でいたいんですよね。天国行ってもあいつが。弟は T シャツの販売もしてたんですよ。自分でブランド作ってデザインなんかが全部バイクの中に入ってたんですよ。バイクももうぐちゃぐちゃになってたんで、ボールペンもにじんじゃって。弟の思いを形にするため T シャツを作り上げた上原は決意した。俺はやっぱり格闘技しかないんですよ。ほんと格闘技で俺はこうやって生きてきたんで、でもっと盛り上げたいし輝かしたいんですよ、本当に。俺そのためだったらはっきり言って何でも犠牲になってもいいと思ってるんですよ。チャンピオンっていうのはどんな理由があっても負けちゃいけないと思ってるんですよ。俺は負けたら90キロのベルトで返上しようと思ってるんですよ。トール、見とけよ。かっこいい兄ちゃん見してるから。スーパーファイト上原誠 VS キム・ネイチュル。